了解。と打ったはず。申し訳ない。申し訳ない。あ、じゃあ。おはようございます。アフィテルさんと一緒だ。あ、ジンさん、ボコボコにしてやりましょう。お願いします。ダメ。残念ながら、ボコボコにしてやりましょうって、俺、ユウスケ、ジンさんやん。嘘。あ、ほんまや。だから自分がボコられるのかと思ったわ。え、1個は分かれてるけど。え、ルナさん敵でしょ。ルナさん敵だよ。残念、ルナさん。だからやめてねっていう話。この誰も得にならないでしょ、それ。頑張るか。まだな。得しないやつ。お、スカヘビ一発で死んだ。じゃあマップ見とるやつがおったらルナさんだと思って逃げればいいわけね、これ。いやどうでしょう。もう大体マップ見たら誰が見てるかって分かるじゃん。分かります。分かる分かる。あのあれ見て敵の視線、うん、それ分かる分かる。アイコン見て。アイコン。そうなんだ。うん、アイコンっていうかあのマップの敵の。そうそう。向いてる向きを向いて。この人はマップ見てる見てないの判断できない。そうそう、それはするよ。あ、しまった。なんとなく分かりますけどね。あの公式ウォールハック状態になるから、あの壁挟んであの、はい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 、どっちからじゃどっちからじゃんけんしようかなってなる。見てる人との戦いだったら。そうですね。うん、で明確に考えたら正面がおろそかになるからさ、自分も厳密には その見てないけど、なるべく強い相手とは逃げてるよ。マップ見てて弱いやつってあまり、え、マップ見てて強いやつ、わざわざ、うん、強い敵と対峙する意味はない。そうないんよ。あそこ、なるほど。ん、そうそう。あ、2回いるやん。だって強いやつも弱いやつも1チケットだからね。わざわざ高コストのやつ殺す必要性はないんだ。効率は一緒と。そうまあまあ、やれば強いやつやばい。やればその期間相手が戦力が落ちるというイメージ。そう、静かになるんですよ。これ上さん、しかもこれ上通ってるね。あ、それ自分だ、逃げろ、やばい。超やめろ。スパイやん、それ。え？え？いやいやいや、え、でも上いたじゃん、今。ブラフを入れないと、やっぱり、ね。ああ。C の上走ってた、おそらく。アフィテルさんにどこでやられた今、それ。おお、すげえ。アフィテルインクス上。上走ってる。多分、アフィテルリンクさん、上って言った、今。え、今のジンさん。あ、違う。アフィテルリンクス上。テキストって言ってる。上って言ってる。ここ1行ったけど。俺のクセイメが火を吹かない。あれ。グリキンス言っていいか、これもったいないけどな。はい、残念。貴重なグレを使ってしまった。ユズケシどう？そっち。自分の今スコア見れないぐらいのレベルなんで。おるおる、これおるわ。詰めていい？ゼロキル2です。これ中だわ、中しばくわ。正しい。あ、ちょっとブロックやめて。ちょっとこれあのスナイパーが意味わからんところに狙ってるから。あれ、ユスキシ投げだった。割とどうしようもない。前はやったよ。あ、俺横だったんだ。あ、そっち回ったんか。わけわからんところに狙ってくるじゃん。そうそう、上潰さんといけんな。この人うまい。芋いっぱいいますからね。あ、無理だわ。ゴミクズや、死にすぎじゃろ。そっち行きたいな。これ中でしょ、これ絶対中でしょ。これ私かは私、まあ、しばっけども、ズナさんじゃねえじゃないか。あ、違かった。違うこれね。やべ、グレ牽制投げる、敵来ない。お、マキさんよろしく。ちょっとそっち多くないですかと思うじゃん。おい、これ外枠やったら美味しそう。外枠やったら美味しそう。あー、また、あ、じゃなかった。4倍スコープか。えっ、基本遠距離。漁夫乗りされた。漁夫乗りされた。味方後ろったんかな。ちなみに後ろの音ったの俺なの。じゃろ、今ユウスケしさ狙われて俺死んだんだけど今。お、2枚やった。待って、降りすぎ。アフィテルインクス、うお、うお、まさにアフィテルさんだった今。あ、これ敵、ここどうしよう。上がった方がいいかな。でもそこやりたいんよね、こいつ出て右にめっちゃいるんよね。出たくねー。強い気がするな。
ダメだろ。見てるウィンクス、レーザーつけてるのはボルックスさんね。そうだ。見てるウィンクス、了解。そうそう、レーザーつけてるヌーブは俺ですよ。なんか。もうヌーブイコールボルックスで間違いない。下1いるわ。いるけど、車線が合いません、これ。しかも上だか、これ。いや、じゃあ下だ。え、行っていいんこれ。しばくよ、こいつ。はい、行ったんで。赤当たらこれ当たらない。で、これ下から行ったやつが死んで、これ中あ、わけわからんとこで見られた。うわ、あ、ちょ、え？あー、それまずい、後ろから来たー。切らしついたってことは、上はクリアしたってことだ、これは。ジンさん、はかどっとるね。そうですね、やっぱりヘッドだと距離のボーナスが入るのがでかいですね。エイム分けて。エイム、まあ練習してればエイムは。ほんと、エイムセンスだと俺思ってるけどさ。エイム分けてほしい。そうなんですかね、うん、分かんないです。そうそう。ダメなやつは何をやってもダメなんだよ。なるほど。という持論。だから俺はダメ。それっぽいところに。ジンソン早いな、まあ、スポアしたけど。よいしょ。じゃあちょっと長距離のやつはもうジンさんに任せよう。俺スポッターになる。死んどるがお前。よいしょ。まあどの辺ですか。地上にいる。地上か。地上から今から建物に登ろうかなっていうところではある。ちょっとマジ頭つないから痛い。え、ちょっと待って、ゆうすけ氏がさっきやられたやつにやられた。衛星兵来ない。あれ、ね、俺そろそろイーブンになるんじゃないか。イーブンじゃないか。一人全員じゃない、ダブルスコアですよ。ちょこれ建物の中か。しかもさっき一回こうたり死んだからな。これ来たんよ。これ下だと思うよこれ。まあいいや。お、なんでそこで死ぬ。これ来るんじゃないか。俺だったら来るけど、これ完全にこっちのチーム制圧されてるんですけど追いやられてる。全体マップ見てくださいよ。まあこのマップだと端っこになっちゃいますよね。灯油系、灯油系バグっとるし、これどうしよう。おるんだけどどっかわかんねえ。次元の窓みたいなのが存在してるんですけど、これもそういう仕様。次元の窓っていう例えが。マジで見えない壁のこと。ちょっと動画撮ろう。次元の窓発生しとる。あれでしょ、あそこでしょ。そう、あそこ。あの、タンクローリーの。そう、これ次元の窓じゃん。わからんか。グルケン星からの特攻。特攻からの。しばきたい。しばきたい。あ、これ精度がやばい。全然当たらん。早いな、勝利味方の。当たらん。味方の処理が早すぎて笑う。ゲイさんが死んだ。ゲイさん起こしてあげる。あれ一人に追ってくるよこれ。多分。まだか。弾がない。隠れ。え、今のやったでしょ。段数間違えた系か俺。死んどるわ、ほんと。こっち見とる？見てない？見てないんだったら、行きます。はい、ダメー。これ建物強いな。今言ったよね、上で困られてるんで手が出せんでしょ。手が出せない。完全に追いやられてるからかけるとこないんで、ついたらなんかスナイパーにやられる。悲しい状況。やられた。奥のしばきたいな。わかんないって。かといってこっち見られてるからね。あ、お前、脇変わった、脇変わった。やべ。これ以上しばかないでくれ。ユースケ頑張れ。ユースケ頑張れ。蘇生任せろ。いや、なんか武器が違うんで、非常にやりたい。もうめっちゃ牽制打ってる、俺。なんか飛んできた。そして弾がない。弾はこれ下まで降りんじゃないんか。下まで降りんじゃないんか。おっと。え、待て、これ誰取る、どこ、これどこ今の。しかもこれ蘇生したれや。うっしょ、うるし
なんで味方やってない？弾があそこにある。弾取れるんかこれ。取れます。あー、消えがった。取る取る。あー、やられた。そっち行きたいな。行っていいんかな。え、なんでこれ、うー言うんだ。こっち1いるしね。プレートプロボルトついてないじゃん、これ。だいぶ。バイパー持ってるんですか？え、なんか拾ったやつ。あ、もうどこや。初期室な。スナが一番強いと思うな、俺は。本当に。うん、初期室な万能だからね。一番万能だと。そう、武器なしじゃ俺。武器なしじゃ武器くれ。オッケー。なんだこれ。待った。上から1、上から1。やったし、ほい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 、ナイス。これこれ、あー、靴ダメだ。上まだいるな、これで下1。高倍率スコープやめてくれ。拾ったら外れだった。まあ蘇生は今だろ、これ今よね。チケットなんぼ、もう終わるじゃん。あー、外した。あ、このラインはやばい。血出てるのに死んでくれない。おお、ナイス。あとのチケット終わったわ。何もしてねーパンパンやるって言うからパンパンしただけですよ。パンパンしただけですか。パンパンして、ただし当たるとは言ってないけど。りょうさんを止めなければ。あ、やばいな。